エチェルは、ハンガリーのペシュト県にある人口約3500人の村。首都ブダペスト近郊にあり、首都圏に含まれる。この村の名は、フォークダンス、エチェル村の結婚式で知られている。エチェルは、ブダペスト中心部から東南へ、約20キロメートル離れており、フェレンツリスト国際空港の傍らにある。村の近くには、高速道路 m 無が走っている。また、 ブダペストから JSZSZ を経由して、ソルノクまでを結ぶ、鉄道路線 120A が通っており、駅がある。ブダペスト市域に接し、また隣接して、マグロード、ベチーシュ、ギョムロウ、ユローの所長村がある。記録の上で、エチェルの名を最初に確認できるのは、1315年12月15日で、ある。伝説によれば旧世紀末、マジャル人の王、 アールパードがここで小級士を取った際に村の名を尋ねたが住人たちは答えられなかった。このためアールパードは多くにちなんで名をつけ、これがエチェルになったというオスマン帝国統治下の時代、特にブダ付近で戦いの後村は消滅していた。住民が戻ってきたのは1699年のことである。ラーコーチの独立戦争には 村から11人の兵士が加わっている。1700年代の初め、村の領主であるアンタル・グラシャルコビチュ伯爵は、スロバキア人を受け入れた。現在もこの町には、スロバキア人マイノリティの住民がいる。村には、1740年に建てられたカトリック教会がある。村はまた、世界的に有名なフォークダンス、エチェル村の結婚式、ハンガリー語。 イクスリー・ラコダルマスで知られている。教会、フォークダンス、地名伝承にある多くは村の象徴であり、村の紋章にも教会、フォークダンスをする人々、三本の多くの木が描かれている。エチェルは次の都市と姉妹都市協定を結んでいる。ありがとうございます。